以上です。あ、明日のダンスも私ね、オンニャンさんの分も明日のダンスとか足す？早い、まあいい、いいけどな、早めでも。なんか箱みたいなのに入れてあげなきゃいけない、袋に入れたいね、明日でもいい。お兄ちゃん、水戸さんが過去にインスタに載せた写真で大喜利とかはあって、ああ〇〇とかけて〇〇と問います、その心はつむちゃです。ちょっと大喜利ってそうじゃなかったっけ。まあそんな感じだね。焦点を見たことがない。ということで、ハッピーバースデー、イエーイ。あ、そう、後ろのね、ユニコーンちゃん、おし、パルちゃんが、パルちゃんが犠牲者に、このように今日はこんな感じで楽しくパーティーな感じになりました。イエーイ。ちょっと1週間これくらい、これで行こうぜ。長いな、いいよ。1週間？まあ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 、でもちょっとはちょっとそのままがいいかな。日曜日ぐらいまで、うん、でもいいかもね。日曜日くらいまでこれにします。ケーキ食べてるとこ取り寄せたんだから、もうちょっと食べてみて。あ、はい、そういうことで、うん、ちょっと、あ、やっぱりケーキを食べます。いただきます。あーん、ここでね、14歳の抱負とかを喋るんですよ。はい、うん、抱負って何？抱負はまあ目標でしょみたいな感じかな。ないね、うん、楽しくとかさ。あ、じゃあ楽しくでお勉強頑張りますとかさ。あー、そうだね、今特に目標はないかな。後々決めていきます。みんな、あー、ごめん、ちょっと形崩れてる。皆さんもどうぞ。いただきます。うん、うん、どうしましょうね、今年の目標。それってさ、うん、1月1日に決めることじゃない？Aさん、ニーツありがとう。 Aさん、つむちゃん、お誕生日おめでとう、ありがとう。今ケーキ食べてます、誕生日ケーキ。誕生日明日なんですけど。ありがとうございます。つむちやでの文章を作る。あ、なるほど、難しくない。あ、大喜利、えら、おいしい、おいしい、最高、おいしい、おいしい、おいしい、イエーイ。ということでね、そろそろですね、なんか歌います。はい。